ZX-7R 母、川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造していた輸出市場向けの大型自動二輪である。本校ではストリート志向の ZX-7R とベース志向の ZX-7RR について解説する。ZX-7R は1996年から2002年にかけて製造販売された。 ZX-7RR は1996年および1997年に製造販売された。ZX-7R との違いは、ミッションがクロスミッションとされ、ブレーキキャリパーが ZX-7R がトキコ6ポットに対しに、新ケ k 6ポットに、フロントサスペンションが ZX-7R はカヤバ製から、 昭和製へさらにシングルシートとされ、キャブレターは FCR41 パイ、バッテリーも小型化されより、レーサーベースにふさわしくなっている。レースキット等も豊富に供給されていた。国内販売されたのは1996年に、大数限定、かつレース専用都市行動走行負荷で販売されたもののみであり、現在行動を走行している車両は、 基本的に逆輸入された車両のみである。その車両性格上、41パイという大口径の FCR キャブレターのせいもあり、セッティングが出しにくく、ノーマルの状態では 7R の方が早い場合も多々あった。いずれもカラーはライムグリーンのみ。ありがとうございます。